浅草橋駅から東京タロット美術館までのルートと周辺施設を紹介していきたいと思います。浅草橋駅は押上駅から都営浅草線で約6分です。 A6 出口を出たら目の前の横断歩道を渡ります。渡ったら右折します。浅草橋駅から東京タロット美術館までは徒歩約1分で、距離は約130メートルとなっています。東京タロット美術館は2021年11月に開館した新しい美術館です。この美術館では約500種類のタロットカードを展示しています。中には入手困難な絶版品など希少価値の高いタロットカードの展示もあります。ライブラリースペースではタロットに関する書籍のほか、占術、心理学や天文学などの関連書籍を閲覧することができます。フリースペースではサンプルカードを使って自分で自分のことを占うセルフリーディングをしたり、ライブラリースペースに貼る関連書籍を読んだりして自由に過ごすことができます。タロットカードや占いに興味がある人はコメント欄に公式の URL を貼っておくので、気になる人はチェックしてみてください。東京タロット美術館に到着しました。東京タロット美術館から徒歩約1分で洋食大吉に行くことができます。東京タロット美術館から徒歩約3分で隅田川に行くことができます。東京タロット美術館から徒歩約7分で東京メロンパン浅草橋店に行くことができます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。